アレムダール・カラマーノフは、ソビエトロシアの作曲家。ロシア・ソビエト社会主義共和国クリミア州の首都、シンフェローポリ生まれ。5歳の時から作曲を始め、9歳の時にオペラも作曲した。1954年にモスクワ音楽院に入学し、ボガトイ両フとナタンソンに指示。その後、フレンニコフとカバレフスキーに学んだ。 ソ連当局から禁じられているキリスト教を主題に音楽を書き続けたことでソ連当局と対立しカラマーノフの音楽は上演禁止となっていた。親友であり同僚でもあった主トケは彼は素晴らしく才能に恵まれていてソ連国内のどこかで生活しているが実際には無名だ。彼は単なる祭人ではなく天才だ。とカラマーノフについて語った。 ショスタコービチはカラマーノフを現代で最も独創的でユニークな作曲家の一人と評した。長い間無名だったカラマーノフが西側で初めて知られるようになったのは1991年にテープがイギリスに持ち込まれた時だった。演奏に2時間以上かかる公共曲やカンタータも多数あるがその全貌はほとんど明らかになっていない。ありがとうございます。